はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画。今回こちらです。こちらは、皆様のお墨付き伊賀の、天然水仕立て強炭酸水ストロング。こちらは西友っていうスーパーの、ものですね。こちらが1リッター入ってて値段が、確か88円ぐらいだったかな。原材料が水、過去香水と炭酸。製造所が株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー。サンガリアか。1、2、サンガリアの3、サンガリアか。ってことはサンガリアの伊賀の天然水とほぼ同じようなもんなの。多分。でもかなりこれ、値段めっちゃくちゃ安かったっすよ。これの 500ml のタイプのやつが、売られてたんですけど、そっちは、もう、値段が確か44円ぐらいだったっすよ。40円だったかな ?500ml で40円だったっすよ。とんでもないと思った。かなり強いっすね。かなり強いですね、これ。これかなり強いですね。ほら。ずーっと出てるよ、これ。これすごいな、これ。やばいかもしれない。大発見しました。カンピー。これとんでもないうまいぞ。やべえ、これ超うまいぞ。全然酸味とかも、えぐみとかも一切ないです。大体炭酸水って酸味が強かったりするんですけど、そういったのもないです。うん。それでいて、強炭酸水の名に恥じない。まあ、泡の感じはもう粗いんですけど、ウィルキンソンの炭酸だって粗いんですよ。あれは、まあ、ペリエとかだと、細かいんですけど、でもこれあれか。これ多分、最初は確かに強かったんですけど、今の状態でもうすでに、結構弱くなってるような感じがするんですよね。うん。で、まだ3口か4口ぐらいしか飲んでないんですが、かなり弱まってます。口の中でもうすでに。感じる。もう弱くなって、最初の一口と比べ物がないほど弱くなってますね。あ、これはちょっと、これダメだ。コスパ最強かと思いきや。これ。もうすでに相当弱いですよ。口の中ですでに感じる、あれがとんでもなく、弱くなってます。もう微炭酸になってます。さっき強炭酸だったのに、もう微炭酸になったんだけど。うわぁ、本当に弱え。もう、最初の刺激でどこへやら。これはいわゆる、
あの、炭酸が抜けやすいタイプの、あの、炭酸水ということですね。うん。まあ、いろいろ炭酸水飲んできて、あの、クオスとか、あの、アマゾンとかで売ってるボックスとか、あそこら辺は、あの、例えば 500cc で 250cc 飲んだとするじゃないですか。で、残り 250cc しか入ってないんですよ。で、その半分の状態で蓋閉めて冷蔵庫の中に入れます。で、次の日も、じゃあ飲んだらどんぐらい気が抜けてるかって言うと、あのね、そんなにね、抜けてないんですよ。で、それっていうのは結局、やっぱ持続力があるみたいな。うん。だから、おそらくこれは、俺の予想ですよ。二酸化炭素を無理やり、あの、水に入れたことによって、本来、水に、ね、その、溶けやすい山の水とか天然水とかだったら、その、持続するとは思うんですよね。まあ、硬水、その、pH とかもあるし、まあ、硬度とかもあるわけで。だからその、二酸化炭素がその、入りやすい水だったら持続力がある。これの場合多分違うと思うんですよ。入りにくいけど無理やり入れました。的な感じ。とは思います。俺は。うん。これもうダメだね、もう。こんぐらいしか飲んでないんだけど、まだこんなしか飲んでないけど、もう、あの、ああ、これは、CC レモン。ね。CC レモンと同じぐらいの微炭酸。もうダメだ、これ。これ。伊賀の天然水、あの、サンガリアのやつと多分同じなんかな。ちょっとわかんないですけどね。まあ多分違うとは思いますね、おそらく。一応製造所が株式会社日本サンガリア、ベバレッジカンパニーで、これ何でなのな、これ。任製の工場、三重県の伊賀市、円徳院747って書いてあります。わかんないですよ。わかんないけど、水違うんじゃねえかな。それとも、わかんないな。だから作ってる工場が違えば、当然多分水は違うはずなんです。その地元の水を多分使うと思うんですよね。まあ、伏流水とか、山の水ね。使うとは思うんで、ちょっとわかんないです。これちょっとわかんないな。一応声優で、あの、この半分の、500cc のやつが売ってるんで、ただ俺が見たところ、まあ、全部売り切れましたね。で、残ってんのは、あの、500ml のやつで残ってんのはレモン味。レモン風味。レモンフレーバーはもういらない。飲まなくていい、あれ。あの、サントリーのね、あの、天然水スパークリングのね、レモンだったらいいと思いますけど、あれは美味しい。あれ多分レモン味の、あの、フレーバーで一番うまいんじゃないか。なんでうまいかって言うと、果汁が入ってるからです。他のレモンフレーバーって香料だけしか入ってないんですよ。だから、まずいんですよ。うん。もう作り物のレモンの香り。あのね、不自然感がマッチしないんですよ。俺は。だからサントリーの、あの、スパークリングの天然水のレモンは本当に、あの、レモン味で、唯一多分、俺はうまいっていうレモン味だと思います。うん。
ペリエとかの場合、普通のレモンの風味のやつじゃなくて、普通のやつ買って、あとレモンのスライスをここに入れて、で、それでシャワーって入れて飲むっていうパターンなんで、ペリエのレモンも実際まずいっす。これは、ちょっとダメだな。安い、まあ安い。これちょっと検証が必要っすね、これね。これは検証が必要だ。まあ、安く手に入る上に、声優が、まあ、ある東京とか、その辺り。で、まあ、売ってますんで、まあ、皆さんね、これ。だから、これ1リッター入ってますけど、500のやつ買って、これ大体500のやつしか買わないんですけど、500のやつ買って、で、残りの 250ml 飲んで、1日冷蔵庫の中で置いとく。こうしたらどうなるか。っていうことですね。うん。やっぱね、1リッターだとちょっとでかいんですよね。単純に。でかすぎる。で、酒とか、まあ、でも1リッターで飲む人だったらいいんですけど。まあでも、それでもあんま良くねえな。すでにこの状態でも抜けてるからね、もう相当。もう今飲み終わりましたけど、最後の一口。超微炭酸。これは、まあ、検証するので、またあといつかまた検証しますんで、検証したら、その星をいくつか増減させると思います。で、一応、三つ星、ご視聴ありがとうございました。